あ、なにこれは。全く証拠はないんですけど、あなたが犯人です。知らんけど。はい、というわけでおはようございます。ティーラッタ申しまーす。こちらのゲームはですね、まあ今までとは全く違う作者さんですね。ちょっと今までフリーゲーム、唐突サウンドやってたんですけど、違う作品の方です。今回は全く証拠はないんですけど、犯人という、ノベルものをやっていきたいと思います。はい。あ、なるほどと。まあね、推理ゲームらしいんですよ。まあただ読み物で、なんかあまりね、選択肢には左右されないっていう、まあ読み物タイプです。やっていきたいと思います。注意。この女性は、ゲーム内には登場しません。あ、なるほど。このゲームのエンディングは一種類です。ゲームオーバーもありませんので、お好みの選択肢を自由に選んでください。おー、いや、ありがたいね。なんか説明してくれんのは。このゲームは、フィクションです。存在する人物は全て架空のものです。なんか、ホラーな曲がかかり始めたぞ。7日前、すべての始まり。なんや、ホラーやな。いや、めっちゃホラーな感じになったぞ。なんか、ちょっとホラーな雰囲気で始まったな。はい。です。待っていたよ。さあ、入ってくれ。なんか、ホラーな感じ、なんか、曲がさ、ホラーチックになってない？なんか。うおー！なになに？怖っ！いや、怖いわ！なんか、もう絵に描いたような犯人出てきたべや！おびっくりした！ホラーノベルだったっけ？そんなだったっけ？6日前、マンション密室殺人事件。うん。ああ。主人公、犯人が分かりました。ん？まだいたのかね、君。何？まだいたのかね、君っていうのは何？もう結構、なんか乱雑な扱いされてるってことかい？君、事情調査終わったから早く帰りなさい。一般人だな、こりゃ。これ、一般ピーポーだな。うん。我々忙しいんだ。このマンションで起きた密接殺人事件。私には、その謎が解けました。ピカンと来ましたよ。警察がこの真相を尋ねると、果たしていつになるやら。うん。安岡刑事。警部、話ぐらいも聞いてみてもいいんじゃないですか？正直、捜査が難航している状態ですし。お前余計なことは何？まあ落ち着いてくださいよ。とりあえず聞いてみましょう。聞くだけならね。うん。おっ、うん。では、この面倒でズッポーリ。見事この密室、密なルームの謎を解いてみせましょう。鮮やかに、鮮やかに。あとはプレーブ。ちょっと名探偵で聞くと、とあるメンター店がちょっと頭の中によぎるんすよ。知らんけど。改めて、事件の概要を説明しておきます。この部屋の住人が、他殺死体で発見されました。怖かったね。銃殺です。あ、よかった。バーンって音が出なかったけどね。凶器は、まだ発見されていません。少なくとも、この部屋内にはないようです。一方で、銃弾の方は被害者の体内から検出されています。刑事の方がね、めっちゃ言うね。なんか警部が言うわけじゃないんだね。この部屋は密室だった。つまり、クロージングルームってわけですよ。はい。はい。玄関は施錠されており、その鍵は部屋の中で見つけました。一箇所空いてる窓が開いた。はい。一箇所ある窓は開いていましたが、この部屋は、この窓は30センチ程度のため、人が出入りすることはできません。これが
現場の図面になります。なんか本格的だね。まあまあ、でも本格的だな。おー、あれ？割となんか本格的な感じになってるぞ、おい。はい。被害者が倒れていたのはこの位置。うん。頭を打ち抜かれるとより即死です。なんか、俺、なんか、普通に読み物としてはストーリーね、出てきてんな。第一発見者は、隣の部屋の女性と管理人です。隣の部屋の女性が、自室の玄関前で友人と会話してたところ、この部屋から大きな音がしたと言っています。捜査の結果、どうにも、図面右のこの本棚が倒れた時の音だったようです。あ、倒れた本棚って、あ、確かにあるね。玄関方面から倒れた本棚。本当だ。大きな音がしたので心配になり管理人に連絡。管理人が預かっていた鍵を使って入ってみたら被害者が死んでいた。という流れで遺体が発見されました。おお。以上です。さて犯人はどうやって密室を作り出したのでしょうか。まあ、窓からなんかやるとか、ね、玄関は実はなんかいろいろ、ね、玄関のよくあるさ、ピアノ線とか使うとかさ、そういう系じゃないの。教えておきましょう。ズバレ、美しき真理が我にささやく真実。お分かり。あの選択肢は確かね、なんかね、何も意味なかったって言っとったけどな。ちょっと待って意味わからんのやけど、この選択肢。私が犯人ですって。終わってるやん。凄腕のサイパーが窓受けに狙撃した。怖え？凄腕すぎない？え、こうやって狙撃、斜めに狙撃してるやん。被害者は部屋の外で撃たれた。うん。まあまあ、まだわかるね。密室ということは。うん。私が犯人ですってなんやねん。ちょっと待って。私が犯人ですってなんやねん。あのね、天才にふさわしきライバルを求めて、ついに、犯罪に手を染めた。どうか、私を、お許しいただきたい。私が犯人です。もう意味わからなくなってきた、この人。ええ私が犯人です。だからもう、謎の解明は必要ありません。ご楽しみいただけましたでしょうかな。あのさ、トリックの話も何もしてないのに、いきなり私が犯人ですっていうやつなかなかおらんぞ。世紀の、なんだこの主人公、自習じゃん。だって私を捕まえる話、自習じゃねえか、ただの。いや、まあそうかもしんないんですけど、わかりますか？今、私は、捜査の壁になっていた密室の謎という書を、見事、あでやかに取り払ったのです。嘘？自分が犯人と宣言することによってね、うん、そうやったらこの主人公は何しに来たんやったらしいよ。ん？何言ってんのか全くわかんないんですけど。なるほど。え？ですか？わからんか？彼が自供したことによって我々は密室の謎を解く必要がなくなったんだよ。ああそうだけど。確かに捕まえれば、彼は我々の想像もつかない方法で謎を解決した。これが、名探偵というものなのかもしれない。バカなんだよ。ただ、名探偵、名の字が間違ってるぞ。はあ。ありがとう、名探偵殿。君のおかげで、我々は密室の謎を突破することができたよ。できるか、なんで。解決！これで、密室の謎を解けたか。解けてない、解けてない！ええ、警部。ええ、警部じゃねえんだよ。なんでお前いるんだよ。では次に、犯人の名前を告げましょう。この事件の犯人は、え？いやいやいや、え？あなたが犯人なんでしょ？そうだよ。さっき実況したよね。あれは、犯人を油断させるも、華麗なる嘘。うん。私にはそう、動機、ムービングマシーンがないからね。なんと、そうだったのか。警部が納得しない僕は何も言いませんか。やばい、まともな人が少なくなってくるんだけど。それで、続きを聞かせてくれ。犯人は誰なんだ？それが誰か分かれば苦労せんよな。管理人、隣の部屋の女性。なるほどね。第一発見者の線もあるってことだもんな。いや、そうか、刑事。まあ、確かにその線もあり得るってことやんな。
黒いシルエットの人物。そうやな、黒いシルエットの人物だと思うよ。だって出てたもんね。あの、よくあるじゃん、よくあるね、裁判ものでもそうじゃないですか。はじめに犯人の顔ってわかるんですよ。で、その犯人の顔が黒いやつだったってことは、黒いシルエットの人物なんですよ。確かに。そうです。そう考えれば筋が通ります。犯人は、黒いシルエットの人物です。は？はい？何？黒い？黒いシルエットの人物です。知らんけどな。そう。それは、我々が、考えることもできない、想像もできない、恐るべきブラックシルエットなんだね、そいつは。警部はご覧になったことがないですか？ははは、ちょ、お前、俺がはぐらかして言ったのに、推理漫画やアニメの犯人としてよく登場する全身真っ黒な謎の人物です。いや、私は推理小説しか読まんもんな。推理小説やとね、黒い人って出てこないね。まあ、そんな怪しい人物がいたら、それはもう犯人だろうが。あなたは現実のやつがいるとでも言うんですか？まあ、ありえない話じゃないですよ。うん。まあね、どっかの裁判者ではもうね、雷越しにね、犯人の顔が映っちゃうけどね、大体大体。いるということなんでしょうね。実際にそれはいたんですから。私も、にわかには信じかえたったもの。しかし、犯人というのはいつどこから現れてるかわからない。天才には理解しがたいことですよ。しかし、今回の事件、現状では容疑者と思える人間がいない。なるほど。いそうだけど。となると、答えは一つ。犯人は、黒いシルエットの人物。そう。ブラックシルエットピーポーってわけですよ。そうです。わかった。おい、いや、そうか。至急、黒いシルエット、警部？警部、ついてくんのすごいな、お前。全身真っ黒の人物が犯人だ。ゴキブリぐらいしかおりないの。え、いや、誰ですか、それは。もう、至極もっともだわ、それは。そんなの探しようがないですよ。そうですよ。めちゃくちゃ言ってますよ、これ。仕方がないですね。私が、自身の美しすぎとともに似顔絵を、書いて死んでましょう。確かに似顔絵を描けばね、分かりやすいもんね。おおおお、そっくりそのままや。そうそう、こんな人やったよ。こんな人、こんな人。すげえな。この絵を手がかりに探してください。いや、もう再現度バッチリバッチリ、うん、再現度ぴったり一致しました。おお、ありがたい。そうそうそう、なんで夏のビーチなん、背景なんで夏のビーチなのよ。さあ、そこ早く探してこい。見つける前にお前一緒に帰ってくるな。いよいよもう、あっち行っちゃったよ。ほんな、解決んなわけねえやろ。いや、解決してないしてない、ちょっと待ちな。ストップ、ストップ、ストップ。止まれ、止まれ、止まれ。止めて、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 ちょっと、4日前、怪盗事件。え？怪盗事件？え？おや、キーブじゃないですか。え？え？事件が変わった？おお、君か。ちょうどよかった。え？どうしたんです？出たのだよ。怪盗がね、あ、じゃあ、あのところの犯人は、まあ、黒いシールドの人物ってことで、解決したってことですね。なわけあるかいって思いたいけどな、俺は。出たのだよ。怪盗がね、マジで？怪盗か。この美術館にあった有名な絵画が盗まれてしまったんだ。あー、ニュースに見ましたよ。なんでも、予告状で宣言した、来たそうですね。回答が？なんか俺の知ってる人かな？もしかして。あの、あでやかに商品を盗むやつかな？ね。しかし、強盗犯係の警部がなぜ、ね、盗人を追いかけてるんです？まあ、不思議じゃないかな。盗犯係から助っ人を求められてね。私も今現場に到着したところだ。話を聞いた限り、なかなか、厄介な事件のようだ。なるほどね。君の力を借りたい。いよいよ君の力を借りたいになったか。もちろんいいですよ。私がね、ズバリ、美しき真理に基づいて、犯人をピカッと、スパッと、バッサリと、美しく、艶やかに、妖艶に当ててみせましょう。任せてください。目立てティラ。
正直言うとそれを期待してここにやってみました。ヤジマかお前、もしかして。それでどのような状況なんですか。中に入って話そう。はい。来る前に聞いた話だとこんな感じだ。予告状で指定された時間、指定された絵画を警官50人で取り囲んでいたんだ。おお。しかし時間になっても回答は来なかった。うん、なんだ肩透かしかと思って撤収したところ、絵画偽物になっていた。そうですね。おお、その通りだ。よくわかったな。50人の目をくらまして盗んだっていうことや。さすがだ。予告時間10分前、美術館の館長自らが絵画が本物であることを確認している。つまり回答は50人の警官に気づかれず、絵画を偽物にすり替えたということだ。おう。警察以外に関係者いましたか。ああ、いた。3人だそうだ。うわ、多いよ。それ多いよ。ちょっと事情聴取をちゃんと話を聞いて、矛盾点をちょっと見つけて、サイコロ錠を解禁した方がいいかもしれない、それは。いずれも、警官と一緒に絵画を監視していた。まずは館長のクライスさん。おうおう。気もしているかな。大富豪で、自分が集めたコレクションを自慢したい一心で、巨大な美術館を設立しているその男だよ。次に、秘書の牧田さん。クライスさんの付き合いは30年に及ぶ盟友のような関係で、クライス氏ばかり目立っているが、実際のところ、彼女の功績によるものも大きいと、あ、女性なんだね、秘書だからね。最後に、ルパン。ちょっと待って。はぁ、待って。何、どういうこと。最後にルパンって何。正体不明の謎の男、関係者になってんじゃねえや。いや、正体不明の子、ルパン。あ、どうした。彼について何か気になるところが。いや、あのさ、今まで秘書とさ、館長が来たのわかるよ。なんか他にもう一人重役とかいんのかもたら、ルパンって誰やねん。どうなってんねん。いや、特には。いや、すっこみな。ふむ、どうだろう。まだ情報が少ない状況は。回答が何をやったのか、この時点で君にわかるかね。もちろん。これは簡単な話ですね。ちょっと、事件のあらまし、ことの発端を説明いたしましょう。だから、回答の正体は私ですとか、警官全員眠りました。絵画はすり替わっていない。絵画は熟装パズルだった。また私ですって、アリアンか。またかよ。ルパンの話ないんだな。絵画は熟装パズルだった。まあ確かにその線もありえなくはないけど。絵画はすり替わっていない。それだったら館長何がしたいねん。ただの騒がせ やんか。警官を全員眠らせた。なるほどね。知らん間に眠っていたってこともあり得るからな。一瞬真っ暗になって、真っ暗になったんじゃなくて、寝ていたとかね。睡眠ガスがとか。まあありえなくはない。なんやねんこれ、監督の正体またかよ。わかりました。実はね、まあ、ここに来たのはね、天才にふさわしい公的賞の望み、ついに犯罪に手を染めた哀れなピエロでござい、私です。回答の正体は私です。またかよ。回答の正体は私です。もうまたかよ。確かに今回の回答は頭に左右つもっとったが、聡明な君であるな。納得だ。納得もするな、いちいち。そうです、私の頭脳があれば、たとえ50人の我が眼は、我が特別性の眼はですね、警官50人の分の眼を持っていると言っても過言ではないですよ。この頭脳派の腕っぷしと、肉体派の脳みそなんで。はい。ああ、そうだな。あいつらは君の手玉に取られるだけだ。ま、盗んだトリックはこれ披露してもいいですが、正直警察にその内容は理解できるとは思いません。はい。懐かしい。そうなんだろうな。あのさ、警部さん、もう捕まえてあげてください、この主人公。知らんけど。ということで、50人の警官の中に偽物吸い替わったという謎は、解明されたと言って、いいですね。いや、トリック言って。ああ、もちろんだ。いや、しかしそんな、もう一つ早く言ってほしかったな。入り口でな。はっ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 は、じゃねえんだわ。とっとと捕まれ。解決してない、してない。なんだ、この解決は。全然解、これで、絵画すり替えの謎は解けたな。解けない。ええ。そして警部、回答は、
現場の誰からってと考えるのが自然です。お前だったって言ったよね。まあ。まあね、はい。私はそれが誰か分かってます。犯人の名前を告げましょう。さっき告げた気がするけど、この事件の犯人は、え？いや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 、そうそうそう、君が怪盗なんだろ？我は怪盗にして、怪人、仮面マスク。証拠品が全てを裏付けるよ。うん。さっき言ってたじゃないか。あれは犯人だって言うなさっても嘘ですよ。また始まったよ。なんと、そうだったのか。なんかいつもそうやな。よし、で教えてくれるか。怪盗者が誰だったのかか。それは、ちょっと待ってや。ではまず一番上から説明しようか。確かに館長自身がすり替えたっていう可能性は実は意外とあるんだよね。秘書もあり得る。なんか実は30年前からけど何かさ、親の穴とか子供の穴でね、あのそういうのを虎視眈々と狙い続けていたとかあり得る。ルパンももちろんあり得る。あのね、ルパン、クライシレットの人物。そうやね、確かに。そうよ、筋が通りますよ。こういったものにね、初めにやってくるのは、クライシレットの人物だと思います。犯人は、クライシレットの人物。何を言うてんの？何？黒いパターン。このやりとりさっき見たよ。黒いシルエットの人物なんですよ。黒いシルエットの人物。水漫画や。じゃねえよ。水漫画の謎の人物。めちゃくちゃ言ってくれるな、おい。ちゃんと言えよ。あれのことか。いよいよわかるようになってきたな。いやいや、まあ、そんな怪しい現実人物か現実ではもうそれも犯人だろうが。私もにわかには信じがたい話ですが、いるということなんですよね、そういう人物が。現状、いてもおかしくないのですから。そして、日夜犯罪を犯している。そうなのか。私も長年警察をやってるが、たまたま出会わなかっただけなんだろう。まないそうなんじゃないでしょうか。そうなんじゃないでしょうかじゃねえんだわ。怪盗の正体は、クライシレットの人物だった。いや、この場合、クライシレットの人物は怪盗だったと言うべきなの。確かにクライシレットの人物だったら、バレへんからな、基本的に何やっとっても。こういうとこもわからんしな。まあ、とにかく、詳しくない、また詳しくない、警部のために、私が自身の筆元に、似顔絵を描きましょう。また始まる。なんで南国になってんねん、今度は。南国になっとる。ケブ、どうしよう。喉枯れてきた。こういう人物を探してください。感謝する。あとはこちらに任せたまえ。任せたくないわ。何？人がしゃ、特に見つからん。100年経っても見つかんねえわ。解決すんな。100年経っても見つかんねえんだから。翌日、3日前。え、電話から始まったね。はい。こちら、名探偵、名物の名と書きまして、探偵、そう、名物探偵と申しますが。おお、開いてくれたか。私だ。警部だよ。ああ、警部。気のぶりですね。マンション殺人や怪盗の件、その後どうです？ん？ああ。君の水筒に捜査を進めてるのが少々難航している。難航の話じゃないだろ。難航どころの話じゃないんだよ。とはいえ、まあ時間の問題だろうよ。あ、まあ確かにね。時間で確かに解決するっていう可能性はでもね、こういう系にはないんだよな。とまあ、後のことはお帰りに任せて、私は休暇を取ろうと思っていてね。はい。君旅行好きかね。え、旅行？でも人並みには。はい。それは何よりだ。実は、ある資産家から保有している島へ一度遊びに来ないかと誘われていてね。その中で君のことを話したら興味深いからぜひ来てほしいと言ってるんだ。うん、名物の探偵、名物同士ね、隠し事は良くないですからな。急ではあるが、明日が2泊3日。え？じゃあもうこの3日前が終わっちゃうね。ほう。それは面白そうですね。ぜひご一緒させてください。よし！じゃあ明日、朝一で、そちらに向かいに行こう。私が車を出す。
さて、明日向けて準備をするか。ん？明日午後にかけて台風が上陸する見込みです。皆様お気をつけください。あれ？嵐が来るのか。ま、大丈夫だろう。明日が楽しみだな。え？特に何もなし？